受けたい。やっぱり投票率上げたいというのがあるんで、まあ、投票率ってない人はちょっと無理だけど、でも今のうちから興味持ってもらいたいっていうのがあるんで、まあ、こういうことやってるっていうのがあるんですけど、だからまあ特に10代とか20代とかってもすごい投票率低いんで、もう 10% 台とか 20% 台とか全然あるし、選挙によって。で、高齢者は逆に 70%、80% とかあったりするんで、ね、もういわゆるシルバー民主主義って言われてて、高齢者の人しか選挙行かない。そうすると、事実上高齢者だけでこの国の決定がなされているっていうことであってですね、そう政治家も高齢者に向けての政策しかやらないっていうことなんで、まあそれは由々しき事態ですから、まあ、できるだけ若い人選挙行っていただきたいということの、まあ、少しの手助けになればなと思ってやってるんで、はい、って感じです。そうですね、まあ、僕いつもこの顔でジョーカーで選挙出てるんで、あの必ず表現の自由というのは問題になるんですけど、要はこの顔でだと選挙候補乗れないとか、まあ、あとメディアもこの顔だと新聞載せないとか、でいつもまあ揉めたりして表現の自由問題になってるんですけど、で今回は特に選挙のポスターまあ、性的な表現の自由をもっと広く認めてくださいと、規制を弱めろということで、そういうちょっとヌードっぽいポスターをね、局部は出してないけど出したんですけど、まあ、それがすごい炎上したんで、まあそれをねやっぱりもっと広く訴えたいという、まあ、選挙ってね、要は少数者の人が、少数者の価値観を持ってる人が唯一公平に主義主張を訴えられる場なわけですよ。だから選挙っていうのはより普段よりも強い表現の自由が、まあ、保障されているということで、まあ、選挙ポスターそういうのを貼ったんですけど、ただまあちょっと警察からも警告食らったりとかで、まあ、それが封殺されてるんで、まあ、全然この国には大した表現の自由なんていうのはないんだなと、うん、通常時よりも逆に狭まってるんじゃないか。通常時だってすごい世の中に、街中にちょっとエッチなお姉さん広告とかでね、中づる広告でも貼られたりしてますよね。でもそれが認められてね、履いてますよの安村さんがテレビに出れてね、アキラ 100% がテレビに出れて、で僕のポスターがダメっていうのは、もう通常の字よりも逆に表現行為が狭められてるわけだから、この国に表現の自由などはないということで、まあ、残念に思ってますけど、まあ、そういうことを中心に、まあ、訴えられたらなと思ってます。その警察から警告を受けてしまったというのは、そのパワイさんご自身としてもかなり遺憾というか、こうなんでだろう。そうですね、まあだからでもまあルールには従うつもりですけど、あくまでそういう捜査機関が決めた決定なんで、まあ、従いますけど遺憾ではあるって感じですよね。はい、そのジョーカーの白塗りでいつも選挙に出られているのも、やはりその投票率を上げるためっていうことなんですか。そうですね、はい、まあ、あとはもっと自由な、これだけ自由にやっていいんだよっていう、自由に生きていいんだよっていうメッセージ性もあるって感じですかね。はい。